それでは肘を曲げた時の筋力を測らせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございます。まず私が動かしていきますので、痛かったらすぐにおっしゃってください。失礼します。この位置からこのようにここまで肘を自分の力で曲げていただきたいと思います。その際に手のひらは常に上に向けた状態で保つようにお願いいたします。ただその時に腕が開いてしまったり前後に動いてしまう、もしくは曲げると同時に体が前後へ倒れてしまうといったことがないようにお願いいたします。では一度下ろします。それでは先ほどの高さまでご自分の力で曲げていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。次に私がここに抵抗をかけていきますので、先ほど曲げていただいた位置から私のかける抵抗に負けないように曲げた状態を保ってください。お願いいたします。では先ほどの位置まで曲げていきましょう。体固定させていただきます。それでは 1-2-3 で始めますね。 1-2-3。 そうそう、もともと負けないように、そうそう、もともと、はい、ありがとうございます。下ろします。痛くないですか。以上で終わります。ありがとうございました。それでは先ほどの位置まで肘を曲げていただいてもよろしいでしょうか。難しいでしょうか。はい、ありがとうございます。ではもう一度私が動かしていきますので、痛かったらすぐにおっしゃってください。後ろから失礼いたします。次に腕をこのように外へ開いた状態からもう一度ご自分の力で肘を曲げていただきたいと思います。この位置まで動かすようにしてください。その時に手のひらは常に正面に向けた状態を保ってください。また腕が上下に動いてしまったり体ごと回ってしまう、前後に倒れるといったことがないようにしてください。腕は私が下から支えておりますので、先ほどの位置までご自分の力でもう一度動かしてみましょう。ではお願いします。はい、ありがとうございます。下ろします。以上で終わります。ありがとうございました。